どうも、ちぬこチャンネルです。今回は幻と言われるほど希少な生き物を狙います。ちなみにうなぎでもすっぽんでもありません。もっと高級食材です。贅沢な中華料理を作って食べたいと思います。最近は暑すぎて日中魚が釣れないので夜の川にやってきました。この場所はですね、堤防のヘチです。今は干潮の時間帯なのでウェーダーを履けば歩くことができます。あ、手長エビでかっでかっ。ほら、オスとメスいる。今回の狙いは手長エビではありません。だけどめっちゃ大きいの見るとちょっとね、取りたくなるかも。あ、いた、いた、でっかい。あー、隠れた。隠れちゃいましたね。いたんだけど。あ、またいた。またいました。またいました。やば。逃げちゃう、逃げちゃう、逃げちゃう。逃げちゃう。ちょっと小ぶりだけど。よいしょ。これ。いけるか、私。怖い、怒ってる、怖い。あ、ちょっと見えなくなっちゃった。ここ下がね、ちょっと泥みたいで。あー、逃げられました。あー、逃げちゃった。泥でね、全然こうバサッとこうかぶせた瞬間に姿が見えなくなっちゃって、わー、ショック。まあでもちょっとちっちゃかったかな。もっと大きいの探そうかな。あ、いた、いました、いました。見える？ほら、見て。取りたい。タモで救うしかないので、そーっと行ってタモかぶせるけど、ちょっと後ろにブロックがあるからどうなんだろう。うわー、どうだろうな、これ。いけるかな。いや、これかぶせたところでどうしたらいい？わかんないけど。はい、かぶせました。捕まえれる、これ。ちょっと待って、これどうやって取る？どうやって取ればいいんだろう。手をつまめばいいんだっけ。よし、じゃあちょっと、やばい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 、こう怒ってる怒ってる怒ってる、怖い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 、挟まれたら超危険です。くっ、よし、よし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 、やった、よし、やった、よし、やった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 、取れた取れた取れた。爪の大きなこれです。ドーマガリー、やった、よし、取れました。あぶな、よし、いった、いった、よし、やりました、やったー嬉しい。この大きいハサミが特徴です。これに挟まれるとね、もうめちゃくちゃ危険なので、慎重にやり取りしました。ちなみにカニ取りは地域によってルールが違います。漁業権が設定されている場所や、懐中電灯で照らして網で取ることを禁止されている場所もあります。法律違反になるので注意してくださいね。よし、ちょっとまだいるかもしれないんで、もう少し探してみます。下を向いて歩こう、高級食材を探して、一人ぼっちの夜。あ、いた、またいた、でかい、めっちゃでかい。ちょっとめちゃめちゃいるじゃん、ここ。あ、逃げられてました。石だった。あー、いたのに。ちょっとね、段差あるの見えますか。ここがこういう風になってる端っこにいるので、ちょっとね、タモで救うことはできなそうです。なんか他の方法考えないといけないね。トリプルフックに餌をつけた状態、これをね、カニの前に落としてかかるのを待ちます。目の前に餌を落としてみる。あ、反応してる。あ、反応してる。あ、持ってった、持ってった、持ってったよ。ちょっと待って、
な場に入られちゃいましたね。めっちゃ引いてます。めっちゃ引いてる。これはちょっと一辺強引にラインを、これちょっと厳しいな。悔しい。本当に取れないかなこれ。あ、針回収できた。あ、でかかったな。あ、いた。すぐいたけど、これは取れないんじゃないか。なんか私を見て不審そうな顔してます。もうかぶせられないですね。穴の中に多分そのまま逃げられちゃうと思うんで。よし、目の前。食べてます、食べてます、食べてます。来い、来た、来たよ。ちょっと待ちます。あ、まだ、あ、追ってきた。食べてる、食べてる、食べてます。でもね、食べながら穴の中に入ってっちゃうから、ちょっとずつ出していく。出た。あ、あ、逃げられた。ダメダメダメ、むっちゃむずい。連敗続き。なかなか取れない。もうちょっとね、取りやすい場所にいてくれたらいいんだけどな。ん？あ、いた！いた、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 いた。これはタモでいきます。これはタモでいける。そーっとかぶせるよ。わ、水の抵抗もあるし。うわー、これいけるかなー。ペタッと、ペタッとつかないんでね。ちょっと膠着状態。よし、よし、よし、これ、これを、あぶねえ、こえ、あぶねえ、こえ。よし、入ったよ。隙間をぴったり埋めますね。よいしょ、こえ。よし、よし、今、タモの縁と縁を足で押さえてます。よし。よし、落ち着いて。あー、怖い。怖いけど。よし、よし、オッケー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 。あ、痛い、怖い、怖い、怖い。あ、やった、取れた、取れた、取れた、やった、やった、やった、取れた、取れました。怖かった、めっちゃ怖かった。いけた、いけた。よし、よし。怖かった。よし。ドウマンガニ、別名ノコギリガザミです。マングローブガニとも言いますね。めちゃくちゃでかい。ほら、爪もすごい立派です。やったー。あー、スーちゃん、ただいま。すごい戻ってきてんだよ。あれ、スーちゃんも穴に隠れて、スーマンガニちゃんだな。今回の戦利品は、はい、ドウマンガニです。沖縄とか熱帯のマングローブに生息しているカニなんだけど、近年では本州でも取れます。関東でも生息しているようですね。さて、ここで皆さんに質問です。一つは脱皮したから、一つは脱皮後、そしていわゆる普通の硬いカニ、3種類がいるんですけれども、どれがどれだか分かりますか？ 3、2、1。はい、正解はこれが殻、これが脱皮後、そしてこちらが硬いカニです。合ってましたか？取れたのがこの2匹で、別々でポンプで生かしてたんですけど、1匹増えてたのですっごくびっくりしました。これが殻には見えないですよね。でもめっちゃ軽いんですよこれ。お腹側も普通のカニなんですけど、なんとここがほら何にも入ってないんですよ。これが脱皮後の殻なんだって。びっくりですよね。そして脱皮をして一回り大きくなったカニです。一旦冷凍庫に入れたので、ちょっとねシワシワになってますけど、すっ
ごく柔らかいのが分かりますよね。爪なんかもね、ほらぷよぷよ、白くて綺麗な色してます。脱皮をしてから1日でこんなに大きくなりました。希少食材なので1キロ1万5000円ぐらいすると言われています。早速ちょっと測ってみますね。乗せますよ。お、704グラムと477グラム、両方合わせると約1180グラム、1万7000円とか1万8000円ぐらいの価値がありそうです。ということで今回はシンプルで簡単な料理を作っていきます。まずはこのカニの汚れを落します。生きてるとねこの作業やりづらいので3日間泥抜きした後締めて冷凍庫に半日ほど入れておきました。おお、綺麗になる、気持ちいいよし、こんなもんかな。おお、黒い水がそしたらお鍋の中に入れて、入るかい、ギリギリかいあ、いいねいいね、ギリ入りましたね。お腹を上にして茹でます。さあ、いい匂いしてきたので火を止めていきますよ。オープン。おほほほ、はい、真っ赤になりましたね、湯だったよザルに開けます。よいしょ。茹でると出てくるこの白い卵白みたいなのは取り除いちゃいますね。よっ、おわー、エラがグロいっすうわー、このエラは茹でるとこんなことになるのか。味噌の部分も移しておいて、うわ、割りました。あ、なんかちょっと早かったかもしれない、まだしっかり火が通ってないかな。もう少しだけ火を通そう、あと10分ぐらい。よし、ほい、今度はいいですね。ほぐしたカニの身を出していきます。これが爪です。包丁の後ろの部分で叩きますね。全然割れません。わあ、どうしよう、タオルを敷いてね。これがね、鉄ガニと言われるゆえんですね。よし、そしたらほぐした身の中にお酒、お醤油を入れて、カニ味噌も入れる。よく混ぜます。甲羅の中に入れて、おお、これはすごい。そしたらね、グリルで焼きたいとこなんですが、ちょっとね、小屋にはないので、ホイルで包んで焼いていきます。よし、香ばしい匂いがしてきました。そろそろいいと思うんだけど、熱い、どうかな？熱い。よいしょ、おー、いいですね。はい、ローマンガニの甲羅焼き完成です。味付けはお酒と醤油だけ。湯気が出ててめちゃくちゃ美味しそうです。さあ、いただきます。うわー、贅沢な料理だ。身がふわふわですね。このぐらいいっちゃおう。いただきます。うん、あ、美味しい。うん、うわ、すごいカニです。やっぱお味噌の濃厚さが特徴ですね。美味しい。はい、札幌クラシック夏の爽快、北海道限定。こちらはね、北海道の視聴者さんにいただきました。ありがたく飲ませていただきますね。これは絶対美味しいよね。美味しそう。それでは乾杯。あ、爽やかですね。すっごい麦の香りがする。美味しいです、うん、あ、爪のところ旨味が強い。やっぱりよく動かす部分だからかな。うん、美味しいです。すーちゃん、すーちゃん今日はすーちゃんにいいものがあるんだよ。はい、猫鍋アルミでね、冷たさ長持ち、ペットの暑さ対策だって。猫ちゃん型です。ほら、かわいいのどう、すーちゃん、冷たいんじゃないのこれ。よし、そんなすーちゃんにはじゃんやっぱりこれですね、すーちゃんの大好きなおやつ。早いねあらら、あらら、スリスリして、よいしょ。今日は、はい、
マグロ&ホタテ貝柱です。カツオとササミにアレルギーがあります。ちなみにスーちゃんは13歳です。そして足にね、生まれつき奇形があるのでちょっと歩きづらそうにしてるけど、ちゃんと日常生活を送ってくれてます。偉いよね、すーちゃん。はい、もうないよ。もうないネギ、わぁ、飛び跳ねる、息がいいお米を炊きます。卵は2個使っちゃおう。ちょっと贅沢だけど、ここからはパパッといきます。まずはスキレットを熱して、純正ラード、ラードは中華料理にも相性抜群ですね。卵、その上からご飯ほぐして、ネギ、甲羅焼きの実、あーやばい時間が甲羅焼きの実を入れる。うわ、すっごいいい匂いする。お醤油をシュッ、調味シャンタン、おー焦げてきた。おー、この中に入れて器にですね。よし、緊張の一瞬、えい、はい四角いコーラをここに乗せて、ドーマンガニチャーハン完成です。コーラ焼きを具材として使いました。こちらもシンプルな味付けです。いい匂いしてる。柔らかい方のカニは横っちょからパクッと開いてエラの部分取りますね。これなんだっけ、これガニって言うんだっけ。カニのガニを取ります。反対もパク、ここね、これ。そしたら、うわ、柔らか、びっくり、衝撃的なふにゃふにゃ感ですね。味噌すごいな、ほらこんな感じで。ちなみに甲羅はペラペラ透けて見えるほどですね。キッチンペーパーでしっかりと水分を拭き取りますね。慎重に。ボウルに小麦粉、片栗粉もちょっと入れて、卵、お水を少々入れて混ぜます。とんかつとかね、コロッケとか揚げる時につける、まあ、つなぎのバッター液みたいなものなんだけど、ここに直接味付けします。マキシマムスパイス、味付き塩コショウガーリックも入れておこう。熱した油の中に液をつけたカニをですね入れます。そほほ、ドーマンガニを殻ごといけるなんて、もうこんなチャンスはめったにないですからね。どんな感じになるかすごく楽しみです。おー、カリカリだ、あカリカリだ、よいしょ、絶対美味しいはず。よーし、おー、油が真っ赤になった、すごいね。熱々の唐揚げをのっせます。できました、ドーマンガニ殻ごと唐揚げ完成です。ソフトシェルクラブとも言いますね。楽しみです。よーし、出来上がり。あれ見てた、そうそう、中華スープを買ってきたんでお湯注ぐだけだけどカサカサ言ってるけど中華スープでした、残念症ほら、足痛いよ。はい、出来上がりかなり豪華な食卓になりました。いただきます。これから行こうか、めっちゃ美味しそうだぞ。ソフトシェルクラブいただきます。でっかいの行こう、このままかぶりつきます、殻ごと。めっちゃ美味しい。あ、たまに出る美味しすぎてゾクッとするやつ出ちゃいました。殻はもちろん柔らかくて食べれるんですけど、香ばしい感じがある。しかもほら見て、味噌が、うんま、最強の食べ方じゃないですかこれうん、うますぎる。ハンマーで叩き割らないといけないような、爪もそのままいけますからね。いってみよう。うん、うん、うまい。
めっちゃ美味しい。やめられない、止まらない。かあ。いやレアですね。なかなかね、あの脱皮したてのカニをこうそのまま唐揚げにして食べる機会ってないかもしれないけど、ぜひおすすめです。あー幸せ。うん、そうだ、スイートチリソース、おしゃれなものも。なんで瓶、なんか瓶のものあげたことあった？なぜ？ちょっと待って、後であげるってば。ちょっと待ってて、少しアジアンテイストにしてみよう。たっぷりつけて。あ、おいしい。香ばしさに甘酸っぱさがねプラスされて、すっごく合いますね。そしたら今度はチャーハン。うまい、うまっ。たまに殻が入ってくるのはご愛嬌。シンプルな味付けだからこそカニの美味しさが生きてます。すーちゃん、すーちゃんにもあげようかね、せっかくだから。ちょい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 、ごちそうさまでした。めちゃくちゃ美味しかった。ありがとう。今回は夏の楽しみ、真夜中のカニ取りに挑戦してきました。この日はね、たくさんのドーマンガニ、多分10匹近くは見つけたんですけれども、なかなか取るのが難しいんですよね。まあ、場所的にもね、結構ゴツゴツした岩のところだったり、それから一段深くなってるところだったり、そういうところにカニがいることが多かったので、いっぱい取るってなると結構工夫が必要だと思います。まあ、でも一晩でこんなに美味しくて希少なカニを2杯も取ることができたし、ソフトシェルクラブも食べることができたので、めちゃくちゃ嬉しかったです。やっぱり川に入って遊ぶのはすごく楽しいです。まあ、今回は水深30センチぐらいの安全な場所でカニを取ったんですが、水辺の事故も増えているので、絶対に子供だけでは遊ばないようにしましょう。私も安全第一で今後も楽しみたいと思います。ちぬこチャンネルではチャンネル登録者50万人を目指しています。ドーマンガニ自分で捕まえてみたいなとか、美味しそうだったなと思った方はぜひチャンネル登録と、間違えた、高評価ボタンとチャンネル登録をお願いします。ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。すーちゃん使わなかった？ちょっと今日は涼しいか。またもっとね、暑い日に使ってね。